シェーラー軍区はアメリカが州国ペンシルベニア州西部のアレゲニー軍の第一級タウンシップである。2010年国勢調査での人口は28,757人だった。ピッツバーグ市のすぐ北にあり、グレンショーをはじめいくつかの町で構成されている。シェーラーとなった地域には18世紀の半ばに公益業者が入ってくるようになった。 この地域で著名な初期公益業者は、ジョージ・クローガンであり、1740年代初期に入ってきていた。1754年までに、この開拓地にパインクリーク公益基地ができ、ヨーロッパ人毛側公益業者が、民豪族など、インディアン部族とオハイオバレーで取引を行っていた。ヨーロッパ人による二つ目の初期開拓地は、サイモン・ガーティが設立した、ガーティズ・ランだった。 シェーラータウンシップとなる地域の中心にあるグレンショーの村は19世紀初期に設立され、ジョン・ショーシニアが1800年にピッツバーグ北の土地600エーカーを購入した後で、ここに製材所を建てたのが始まりだった。この地域は、ショーズ、グレン、後にはグレンショーと呼ばれるようになった。ショー家の者たちが製粉所、鎌の工場を作り、石炭の鉱山を開いた。 1845年3月20日、ロス・タウンシップとインディアナ・タウンシップの一部の住人から新しいタウンシップを創設する請願が指裁判所に提出された。ジェームズ・ A ・ギブソン大佐、アレクサンダー・ V ・ブラッケン・リッチ、ジョン・マレーの3人がその監督者に指名された。彼らは同年6月10日に皇帝の報告を行ったが、 裁判所がマリオンという名前でタウンシップを設立する命令を出したのは2年後の1847年3月20日に待っていた。このタウンシップは当初マリオンという名前を確認したが、それと同じ日にチャールズ・シェイラーにちなんでシェイラーという名前に変えられた。シェイラーはピッツバーグ地域の19世紀半ばで著名な判事であり、ビーバー軍の第五区裁判所で首席判事を務めていた。 この地域で血眼の大きな層が発見されているが、それにちなんで名付けられたわけではないものの、よくある誤解になっている。シェーラータウンシップが設立された時、その範囲は現在のものに加えて、エトナとミルベールの各ボロとロスタウンシップの大きな範囲が含まれていた。1868年までに、シェーラーは新しいボロを作るためにその土地を減らしてきた。 1900年、シェーラーは第一級のタウンシップに分類された最初期のタウンシップとなった。その領域は基本的に1900年のものと同じである。シェーラーの初期開拓地は小さな農地と商業の村が現れて散開する村だった。これらは主にパインクリークとガーティズランに隣接するバレーに発展した。シェーラータウンシップが法人化された時には人口、 約2000人であり、それが1860年には16,399人にまで成長していた。19世紀後半、グレンショーのガラス工場ができると成長の速度がある程度まで上がり、労働者たちを近隣に引きつけた。歴史あるグレンショー公共図書館1907年から1931年まで都市間鉄道のピッツバーグバトラー路面鉄道が、 このタウンシップを通り、ピッツバーグやバトラーとをつないでいた。第二次世界大戦後、シェーラーは裕福な郊外地となり、ピッツバーグ市の住人が移ってきた。ロスタウンシップとともに今日、アレゲニー郡のノースヒルズ地域を形成する近代的郊外に発展した最初の外郭地域だった。この時代の住宅建設など開発は活発だった。シェーラーは、 今も、住宅を中心とする町であり、現在ある姿を獲得したのもこの時代だった。シェーラータウンシップは、北緯40度31分15秒整形79度57分49秒、北緯40.52083度整形79.96361度、40.52083-79.96361に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は11.2平方マイルであり、このうち陸地11.0平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は1.70%であるシェーラーの地形は大半が丘陵であり、北からアレンゲニー川に流れ入る3つの水流が谷を作っている。パインクリークとリトルパインクリークの谷がエトナボロとなり、 ガーティズランが作る谷がシェーラーからミルベールボロに入っている。シェーラータウンシップは北から時計回りにハンプトンタウンシップ、インディアナタウンシップ、オハラタウンシップ、シャープスバーグボロ、エトナボロ、ピッツバーグ市、ミルベールボロ、リザーブタウンシップ、ロスタウンシップと接している。マッカンドレスタウンシップとは接していないが、北西の対角線上にある。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。